はい、売れない君の素朴な疑問。はい、さあ、何でございましょう。さあ、まあ、2日続けてなんですけども、うん、今日の素朴な疑問はですね、よくその道歩いてて、その黒猫が目の前を通ったらとか、あ、はいはい、なんかあとこう靴紐が切れたりとかしたら縁起悪いとかってよく言うじゃないですか。いわゆる縁起が悪いってやつね。はい、はい、あれっていうのは、うん、もうその本当なのかどうかっていうのなんかすげえ漠然とした質問だけど、なんかこれっていや、なんていうんですか、こういうの迷信、まあ、ジンクスとも言いますよね。なんかそういうのってやっぱりそのやっぱ占いとちょっとつながりがあるようなイメージがやっぱり、うん、あります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 。あのね、占いってあの、まあ未来をね、普通だと知る、分かるはずのない未来を知るっていうのも占いのお仕事の一つなわけですよ、うん、あるいは今だけどもあの遠く離れてるからとか普通の方法では知ることができないものを知るっていうのも占いのお仕事の一つなわけですよ、でその中の一つにその未来を知るってあるわけですよ、で未来って起こってないから未来なのに、うん、なぜそれが今分かるんですかっていう時に、はい、予兆っていう考え方があって、まあ、兆しですよね。やっぱりその現実のことが起きる前に何かしらその関係ないんだけどあるような兆しということが起こるっていうのが全ての前提になっている考え方なんですよ。はい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 、だからその兆しさえ捉えられることができればその先現実に何が起こるかが分かるよと、うん、だからもうその、まあ、前触れですよね、うん、予兆前触れであって本体がやってくる前にその、なんだろう、事前にこうこれから来るよって振りまいてるようなものなわけですよ、はい、でそういう考えがまず占いのベースにあって、うん、だから、何か縁起の悪いことが起きると、まあ、さっきの黒猫でも靴紐でも何でもいいんですけど何かが起こると、うん、その後確かに悪いことが起きるよねっていうそういうのも、ジンクスとしてあるわけですよね、はい、だけど良い方のものもあるわけで、ありますよね、これやっといたら絶対勝てるからとかね、こういうことがあったからもう今回は今日はとってもいいことがあるに違いないとか、まあ、茶柱が立つでも何でもいいですけれども、だからいい方も悪い方もあるわけなんですよ、うん、で多くの人ってやっぱりその悪い方に心惹かれがちなんですよね。あの気にしないって言ってるような人でもやっぱりなんか悪いって言われてることが起きるとちょっとは気になるよみたいなのがあって、はい、でああいうのって一回起こると割と立て付けに起きたりするのでちょっとなんか悪い連鎖みたいに入っちゃうことがあるわけなんですよ、はい、でだからそういうことを認めた上でさあどう使うっていう時にはプラスの方のその、まあ、ジンクスですよね、うん、それを積極的に使うっていうことが開運法につながったりするわけなんですよね。はいはいはい、だからあのまず、今日の根本的な話のそういうその黒猫が横切ったから悪いことが本当に起きるんですかっていうのに関してっていうのが、うん、これはね本人の気にする度合いで結構違います。全く例えばよその黒猫が横切ったら良くないっていうのは多分欧米由来じゃないかなと思うんだけれども、うん、全く違う文化とか社会の国でそこへ持ってったらあの黒猫別に横切っても悪いと思わないっていう人たちもいるかもしれないし、確かにそもそも黒猫見たことない民族っているかもしれないわけだから、はいはいはい、だから全世界的なもんじゃないよねってことなわけですよ。数字なんて分かりやすいですよね、49番だと日本だとね縁起悪いとは思うし、海外では13という数字がみたいなのあるじゃないですか。そうですよね、あの4なんかはその死に通じるから良くないみたいに言われるけど、うん、割と中国文化圏なんかだとあの死通発達っていう言葉もあってね4つの方面に全部通じるとかっていうのを開けていくみたいないい表現があるわけなんですよ。だからその文化を理解しててその人の頭の中にそれがあると悪い引き金になることは確かにあるかもしれない。でもそれはもう文化です、本当にそのお国柄であったり時代や社会の文化の一つに過ぎませんので、うん、全人類的に絶対靴ひも切れたら絶対悪いとかねそういうのはない。そしてさらに受け止める側の問題ですからなるほどね。あ、これだけど受け取る側の心の問題ってすごいいいですね。それネガティブに考えるかポジティブに考えるかでね、そう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 、気持ちが違いますもんね、うん、だから別に悪いこと起きたらそれでもう厄払いが済んだと思って、おー、なるほど、これで終わったからもうこれ以上悪いこと起きないとかっていうふうに思い込むぐらいでちょうどいいわけですよ。おー、その考えすごくいいですね、うん、だから縁起を担ぐっていうのは割とその迷惑だったりとかね、その縁起担ぎで人の足ばっかり引っ張ってとかそのみんなと足並み揃えなくて困るみたいな感じのネガティブに使われることが多いんだけども、逆にいい方に縁起を担ぐのは全然いいわけだから、これやったからもう絶対大丈夫とかね、
はい、そうそう、あのそういう方にせっかくだったらジンクスも縁起もいい方に担ぐというのがよろしいんじゃないですかということになりますよね。なるほどね。だから気持ちというか、あ、そうそうそう、本人の気持ち次第ですよというところで、あ、この頃なんかだってお茶でもほらちょっとこう高めのお茶でさ、うん、絶対茶柱の立つお茶とかってあるでしょ。あ、そうなんですか。あの、ね、茶柱の下のところになんか重りかなんかついてるから絶対立つみたいなやつとかね。でもそれでもほら気分いいじゃん、気持ちが、うん、ね、なんかこうでっかいことやる日の朝にそれを入れて、おお茶柱立っとるわいみたいなのって一番いい縁起の担ぎ方なので。そうですよね。それで本当これメジャーですけど、そのなんかの勝負に行くとか大会とかね、あの掛け事でもそうですけど、勝つために勝つを食うって、はいはい、あります、よく聞くじゃないですか。あります、あります、あります。気持ち的にねやっぱりね違いますもんね。全然違うと思いますよ。だから、うん、あの実力プラス演技担ぎは、プラスに勝つ、うん、ということで、まあ何があってもね、あの日々これ口実って言って、うん、毎日毎日今日はいい日だと思っときゃいいんだよってやつですから。これいいんじゃないですかね。ということでございます。はい、ありがとうございました。はい、また明日も見てください。